はい、今回はベストカー2021年7月10日号をご紹介します。まずですね、全力スクープ日産の反撃総力特集、新型 Z とね、GTR ですね、これ Z と GTR ですね、こちらの方ね、お話していきます。まずね、こちらの R36 の GTR ですねはですね、マイルド、ね、ハイブリッドで、開発が、ね、進められているという噂だったんですけども、ガソリンのターボで、ね、今、開発しているそうです、ね。フルモデルチェンジで、ね、R36 になるんですけども、実質的には、ね、マイナーチェンジのになるんじゃないかと、ね、HR36GTR になりますけどね、で R35 の、GTR は2022年の秋で販売終了で、こちらのね R36 の、GTR っていうのは、2023年になってからね発売するんじゃないかと、ね、そんなことが書いてありましたね。でこちらのですね、Z ですね、ニュー Z。ね、こちらはですね、本当はね、秋のモーターショーですね、に、市販モデルがね、公開される予定だったんですけども、モーターショーがね、中止になっちゃったもんで、来年のですね、1月の、東京オートサロンでね、初披露で正式発表じゃないかと、ね、初披露なんです。オートサロンで初披露で1月のね来年のね、で正式発表は、来年の3月と、ね、いうことですかね。はい、でエンジンが3リッターの、ね、ツインターボです。でニスモ仕様は405馬力と、ね、ノーマルの、タイヤでも19インチで、ニスモは20インチのタイヤを履くと、ね、で、GT4 っていうね、のマシンガン、ね、を出すそうで、スープラのね、GT4 が2345万円するんで、このね、Z の GT4 っていうのもね、同じくらいのね、値段になるんじゃないかなと、ね、そんなような、内容でした。で、あとですね、もう一つのこれですね、ノートですね。で、今年の夏はですね、ノート祭りというになると、ね、いうことで、どういうのかというとですね、3種類のね、ノートが追加されるんじゃないかと、ね、いうことです。で、まずね、一つ目はですね、ノートオーラと、ね、いうのが出るそうです。これは、ノートの、ね、上級バージョン。ね、で、基本的にはサイズは同じなんですけども、オーバーフェンダーがつくんで、3段板があるということですよね。ワイドが広くなりますんで。ね、で、インテリアとかエクステリアが、ちょっとカスタマイズされて、340万円から350万円ぐらいで、このノートの、ね、上級バージョンが出るじゃないかと、ね、そういうことですね。で、2つ目はですね、ノートのクロス、ね、ということで、ノートの、ね、SUV バージョンですね。で、こちらはですね、オーテックが作ると、ね、ただ、ノートクロスって言ってるけど名前はそうなるかどうかね、分からないですね。トヨタがね、カローラクロスとかね、ヤリスクロスって使っちゃっていますんで、どうでしょうね、で先代はですね、ノートギアっていう名前でしただそうですね。
ただこちらのですね、まあ車はですねオーバーフェンダーつくんですけども、左右にね5ミリぐらいのね、オーバーフェンダーがつくそうです、ね、でこれはですね5ミリのオーバーフェンダーがつくんだけれども持ち込み車検っていうになるんで、まあね、オーティックがちょっとこう仮装しますんで10ミリ以下っていうのは切り捨てで、切り捨てになりますんで、5ナンバー登録になるんじゃないかと、ね、そういうことがね書いてありましたね。はい、あとですね、3番目ですね、こちらはまあね、まあ、定番のノート2寸がね、出るんじゃないかと、ね、まあ、これはまあほとんど出ますよね、ノート2寸はね、まあ、あの定番でこれも馬力とトルクをアップと、ね、おそらくサスもね注意してあると思いますので、ね、まあ、そちらが出るよということですね。はい、あとですね、まあ、ここにねアリアが正式発表だよと、まあ、この辺はねもうね、皆さん知っての通りですのでね。あと、まあねマーチが1年以内で、まあ、生産終了だよと、ね、いうことですんで、まあ、マーチのねニスモなんか狙ってる方はまあ急いだ方がいいよとねいうことですね。はい、あとですね、9月に、まあ、エクストレイルがね、モデルチェンジ、フルモデルチェンジとね、いうことですね。はい、あとね、来年の春ですかね、まあ、軽自動車のね、EV が出るんじゃないかと。ね、そんなことが書いてありました。ね、はい、あとね、まあ、ざっと言うと、まあ、セダン復興委員会と、ね、まあこれはまあセダンをね、やっぱこう世界的にあのやっぱシェアが少なくなってるそうですね。だってアメリカなんかセダンが大人気だったけどもアメリカでもね、ちょっと厳しいみたいですね。アメリカといえどもやっぱこういろんな選択肢がね今ありますんでね。はい、あとですね、まあこの辺のね90年代スポーツっていうのはまあ、当然あのバブルの頃ね、毎年というよりも毎月ドキドキする、毎月はちょっと大げさかもしれないけどね、非常に、車名車がどんどんね、僕私もその時代、ね、新型が出るのが非常に楽しみでね、そういう時代でしたね。そういうことがね、まあ、ちょっと書いてありますよね、その時代のね。はい、それではね、今回の動画は以上になりますんでね。まあね、気になった方はコンビニとかね、書店でね、ベストカーね、買ったらどうでしょうか。うちのお店にもね、置いてありますんで、もしよかったら読みに来てください。はい、じゃあ以上になります。